鉄道車両は製造後20年程度使用されると、車両の走行機器類などが老朽化し始めることからリニューアル工事が行われ、さらに登場から40年程度使用されたら車両の老朽化や、故障の発生件数、整備コストがかさんでしまうことなどの理由から、新型車両に置き換えられるという形で、廃車となるケースが多い。これは鉄道車両が機械であるため、各種機器の老朽化による動作不良が、事故を招く可能性があることも否定できないことから起こり得るものである。新造されてから廃車までの年数のうち、最初に挙げたサイクルでの運用については、あくまでも一例であり、一部の新幹線や都電6000型、209系の一部の車両のように減価償却期間である13年程度で廃車されてしまうものもあれば、東武8000系の一部車両や JR 西日本の113系や115系の一部車両、南海電車6000系など、40年を超えて50年近くにも及んで使用されているケースも存在している。また特急車両など高速走行を繰り返す車両は老朽化の進行が早く、一般の通勤車両よりもはるかに早く廃車されるケースも存在し、特に新幹線が13年前後で廃車されるケースが多いのは、このことが原因であるというのが強いであろう。過去から現在に至るまで、多くの鉄道車両が老朽化が起因となって廃車されているケースが多いのであるが、2020年に、このような理由によって廃車が近い車両について、関東編と関西編とで2種類の動画を作成した。今回はその2021年関東バージョンとして、何らかの原因で消滅の近い関東の車両を5つピックアップしたので、簡単に紹介してみようと思う。1970年代の東海道線では、153系が普通列車や急行列車伊豆に運用されていたが、1980年の時点で東海道線に運用されていた153系の大部分が、製造後20年ほどを経過しようとしており、伊東線や伊豆急行線などといった海沿いの路線を走行することもあって、塩害などによる経年劣化が深刻な状況であった。そのためこの153系を置き換えるために、新型車両が設計、製造されることになったのであるのだが、営業サイドからこの急行伊豆を特急に格上げすることが要求されたため、この新型車両製造に際しては特急運用を念頭に置いた車両とすることになった。一方車両の総製造数を抑える目的から、この新型車両は従来の153系と同様普通列車にも使われることになったため、153系の後継車両は前代未聞の国鉄では初めての試みとなる、特急用と通勤用で両用可能な新型車両として製造され、それが185系である。また急行伊豆、およびその急行伊豆と特急天城を統合して生まれた特急踊り子だけでなく、高崎線系統などの特急列車や、大宮までしか開通していなかった頃の東北、上越新幹線の乗客の都心への輸送としての目的でも製造されていて、10両編成、7両編成、5両編成の3パターンの編成構成のバリエーションがあり、5両編成から15両編成まで、多種多様な編成が組まれた。その編成構成については、後に8両編成、6両編成、4両編成の3パターンも加わっているが、後に加わったパターンについては、その時に加わったパターンでのみの並結にとどまっていた。途中普通車座席の転換クロスシートから回転式リクライニングシートへの取り替えなどのリニューアル工事を経て、30年以上使われ続け、2014年から651系1000番台や E257系2000番台及び2500番台の投入で置き換えられ、2021年に定期運用を消失した185系。すでに8両編成は消滅、10両編成、7両編成、5両編成も順次廃車が進められていて、現在運用されているのは6両編成と4両編成のみだ。現在は6両編成と4両編成が臨時列車を中心に運用されている185系であるが、今後 E257系5000番台及び E257系5500番台の投入によって、臨時列車で使われている185系についても置き換えられ、2022年頃には全車廃車となってしまう見込みだ。相模線は、1991年まで八高線と共に機動車運転されていた、東京近郊区間では珍しい区間であり、1991年に電化工事が終了したことから、相模線としては初めての電車として205系500番台が新製導入された。この205系では相模線に踏切が多いことから、205系としては初めて前面下部にスカートと呼ばれる覆いが設置され、後付けで装備された相模線用の500番台以外の205系のスカートとは、異なる独特の形状となっているのが特徴であろう。
また乗務員支援機能を有するモニタ装置を搭載していることも特徴的であり、これは後に209系や E217系などで搭載されているモニタ装置を経て、E231系や E233系などで使用されているティムスへと発展した後、さらに E235系などで使用されているインテロスへとつながっている。また205系500番台には大船工場製の車両も存在し、これは209系や E217系の大船工場での製造を経て、1994年10月開設のニーツ車両製作所、現在の総合車両製作所ニーツ事業所での車両製造ノウハウにつながっているはずである。そんな相模線の205系500番台であるが、登場して30年目を迎えた今年になるまで、細かい工事は行いつつも大きな更新工事は行われずに運用を続けていた。主な改造工事はドアスイッチの更新、ラインカラー帯の張り替え、パンタグラフのシングルアーム化、ヘッドライトの LED 化などだ。しかし老朽化や他路線と比較した際の陳腐化、直流電動機車両の削減によるメンテナンス簡略化、そして将来的な中編成ワンマン運転導入による人員不足対策及び人件費削減の観点などからか、新型車両が導入されることとなった。その新型車両は現在房総地区の新型車両である E131系であり、ワンマン運転を可能にする4両固定編成となって導入が予定されていて、500番台の番号を付与された E131系が、2021年7月頃から冬頃までにかけて順次導入され、205系500番台を置き換えていくと思われる。同じ4両編成であるため一斉置き換えは行わず、順次205系500番台を置き換える形で、E131系500番台が運用に入ると思われるが、一度置き換え始めると鬼のような勢いで置き換えを進める JR 東日本。205系500番台も E131系500番台が運用を開始すると、あっという間に置き換えられ廃車されると思われるため、消滅が近づいてきていると言えるだろう。京急新線型は、1000型と700型を置き換える目的で、2002年より都営浅草線に直通可能な車両として導入された。導入当初の制御装置には、2100型で導入されたドイツ、シーメンス製の GTO 素子を使用した 3VF インバータ制御装置を使用しており、発車の際にはこのような音を奏でていた。ドレミファインバータと呼ばれており、人気の高い音を放つ車両であった。しかし、IGBT 素子を使用した 3VF インバータ制御装置が主流となる中、GTO 素子を使用した 3VF インバータ制御装置は2002年時点ですでに時代遅れであり、2005年製造分からは同じシーメンス製の機器ながら、歌わない IGBT 素子の 3VF インバータ制御装置に変更され、新線型でいわゆるドレミファインバータを搭載した車両は、8両編成5本と4両編成4本の合計9編成56両にとどまってしまった。また機器の保守に手間とコストがかかってしまうことなどから、2007年製造分以降のステンレス製の車体となった車両からは、シーメンス製の機器は採用されなくなり、国産の三菱電機製の機器や、東洋電機製造製の機器を中心に採用することとなってしまっている。そんな2100型と新線型の一部に搭載されたドレミファインバータをはじめとしたシーメンス製の機器についてであるが、保守の際に特殊な工具を使用する必要があったり、部品の取り寄せに時間がかかってしまうことなどで苦労していたと思われるほか、商取引文化の違いや為替レートの変化、保守体制の変化などといった理由からか、更新時期を迎える2008年より順次国産の機器に担当されることとなった。そうして2100型の2165編成を皮切りに機器更新工事がスタート。新線型においても2010年2405編成が機器更新工事を受けた後、2016年2401編成が機器更新工事を施工してから、本格的にシーメンス製の機器の機器更新工事に着手することになり、新線型においては4両編成は東芝製、8両編成は三菱電機製または東洋電機製造製の機器を用いて、ドレミファインバータの機器更新工事が進められ、2019年12月に1017編成が車体更新工事を施工して以降は、1033編成の1本だけがドレミファインバータを残して運用されていた。しかしその1033編成も、検査に合わせて機器更新工事を施工することからか、2021年夏、ついに京急、
いや日本からドレミファインバータが消滅することになったのである。現在は京急が記念乗車券の発売や、ありがとう記念乗車ツアーの開催などを行っており、消滅へのカウントダウンを歩み始めている。なおこの車両においては形式、車両自体の消滅ではないが、特徴の消滅が近づいているという観点で、取り上げさせていただいた。東急では、1969年から当時建設していた現在の田園都市線渋谷駅から二子玉川駅間にあたる、新玉川線向け車両として、地下線火災対策基準を満たした8000系を東横線に順次導入し、当初はこれを新玉川線の車両に使う予定であった。しかしその後、渋谷駅から都心方面に直通運転を行う予定の営団地下鉄半蔵門線への乗り入れにあたって、東急、営団で乗り入れの協議が行われ、乗り入れの協議の結果、路線識別用の赤帯の調布、引き取り扱いの変更、電動車比率の向上による先頭車の電動車化などの、マイナーチェンジを図った車両を導入することになり、8000系にマイナーチェンジを行った車両として、田園都市線、新玉川線、半蔵門線向けとして、1975年から8000系独自車以降として導入された車両が8500系だ。4両編成から5両編成、6両編成、8両編成、10両編成へと順次車両数は増やされていき、最終的に10両編成38本と5両編成4本が製造されていて、運用範囲は田園都市線や新玉川線、半蔵門線だけでなく、東横線や大井町線などでも運用されていたこともあり、また一時期は中間車に8000系を組み込んでいた時期もあったが、最終的には田園都市線系統に集結され、8500系だけで編成を組成するようになった。その後田園都市線で運用され続けていると、半蔵門線と東武伊勢崎線が直通運転を開始し、東急、営団地下鉄、東武の3車相互直通運転を開始することになり、2003年の半蔵門線水天宮前駅から押上駅間延伸に際して、東武線とも相互直通運転が開始された。この東武線直通に際しては、当初8500系全車に東武線用保安装置の追跡をすることで賄う予定だったが、東武線内の保安装置が東急や営団で使っていたものと、全く異なる仕様のものであったため、改修工事費用がかかることから、8500系の初期編成は東武線に乗り入れないこととして対処され、東武線直通対応の新型車両5000系が2002年から投入され、5000系の投入に代替される形で8500系は順次廃車されることになり、最初の投入では最初に作られた2編成と、5両編成を2編成連結した編成が置き換えられ、5両編成を2編成連結した2編成は大井町線予備車を兼ねていたのだが、分割されて5両編成4編成となって大井町線専属となったほか、8614F までの編成と 3VF インバータ制御装置を搭載した 8642F を除いた編成に東武線直通対応の改修を行い、相互直通運転開始に備えた。その後、5000系6ドア車導入による車両不足を補うため、2004年度には 8613F と 8614F も東武線直通対応とされ、また改修対象から外され東武線直通不対応となった編成は、識別のため非常扉に丸囲みの K のシールが調布され、鉄道ファンなどからサークル K と通称されることになった。5000系の導入によって初期編成を中心に廃車が進められたが、リーマンショックや東急が大株主だった JAL の破綻などによってそれは予定通り進まず、サークル K 編成も 8606F と 8642F が長年残っている形となっていて、5000系列の導入は中断され当面260両が残っていた形となっていた。しかし2017年より新型車両2020系が順次導入されていて、これで現在8500系や2000系、東横線から後に転入してきた8590系を置き換えている。この動画を作成している現在ではすでに2000系の大井町線転用、および8590系の置き換え、廃車はすでに完了しており、8500系についても10両編成7本までに減少しており、もうすぐで置き換えが完了の段階となっていて、2022年度をもって、東急線上からは8500系は全て引退する予定となっている。なお長野電鉄へ18両と部品取り車両2両、伊豆急行へ1両、秩父鉄道へ6両と部品取り車両2両、インドネシアへ64両、8500系が除とされているが、インドネシアに除とされた編成は JR 東日本からの205系除とにより、一部に廃車が発生しているほか、1両だけ除とされた伊豆急行においても、JR 東日本から209系が除とされることにより、8000系ジョイト車ともども廃車となる可能性がある。
2600型にて行われていた 3VF インバータ制御の実験結果を踏まえ、初めて小田急で 3VF インバータ制御を採用し、近郊区間各駅停車の8両編成化推進や、地下鉄千代田線との直通運転用に製造された、9000型の後継車両を製造する目的。また小田急の開業60周年を記念して導入されたのが1000型だ。車体は前面が FRP でできているのを除いて、全面的に艶消し加工を施したステンレス車体で、ステンレス車体も小田急で初めての採用だ。途中、ラッシュ時間帯の混雑緩和目的による、扉の幅を大幅に広げたワイドドア車の登場などもあったが、4両、6両、8両、10両編成の1000型が、1987年から1993年にかけて次々に製造され、小田急線内で多彩な運用をすることになった。この1000型であるが、当初ワイドドア車を除く160両全車に対して、リニューアル工事を施工するとしていた。2014年から1000型のリニューアル工事は順次進められていき、2021年現在も進められているのであるが、その施工内容は制御装置を GTO 素子を使用した黎明期の 3VF から、世界で初めてダイオードズとトランジスタブ両方に、SIC 素材を使用した最新型の 3VF インバータに変更され、車内は全面的に変更されたり液晶ディスプレイ式案内表示器の設置などが行われ、帯色もインテリアルブルーに変更され、さらに外部の案内表示器もマッチクからフルカラー LED を用いたものに変更された。しかしワイドドア車は元からリニューアル工事対象外であったことや、通常の扉幅を持つ編成についても、リニューアル工事が大掛かりなものでペースが遅かったり、先頭車の中間車化工事が想像以上にコストがかかったことなどが背景かどうかは知らないが、2020年度に1000型唯一の8両編成だった、1081×8 が中間の付随車2両を残して全車廃車となったのを皮切りに、リニューアル工事対象外となった4両編成と、ワイドドア車の廃車が5000型の購入により進んでいる。1092×10 のリニューアル工事が始まった現在、1000型非リニューアル車は4両編成、6両編成しか存在せず、3000型との連結が原則的に行われなくなったため、新宿駅への乗り入れは減速を除いて原則行っておらず、運用は多摩線や江ノ島線、小田原線末端部及び箱根登山線などで、各駅停車で運用されるにとどまっていており、最近になって箱根登山色の 1059×4 も廃車されたことから、箱根登山線での車両の置き換えも近々行われるであろうと思われる。いかがだっただろうか。他には日光線、宇都宮線の205系についても、E131系600 番台の投入によって2022年3月から廃車が進む予定であり、こちらは並結運用がある関係や、205系が4両編成なのに対して E131系600 番台は3両編成であるために、一斉に置き換えが行われるものと思われる。これによって、関東圏内から205系がまた少しずつ減ってしまうと思われる。他にも新京成8000型など、関東圏で消滅しそうな車両はたくさんあると思うので、コメント欄にてぜひぜひシェアしてくださればと思っております。それではご視聴ありがとうございました。